いい、こんにちは。こんにちは。おさむでございます。本当ね、カチコチになっちゃって腰痛くなるぐらい寒いんでございますが、ようこそお越しいただきました。JA パーマーズ赤崎の中店、年末大感謝祭ということでですね、このようなたくさんのチームが集まって僕たちも呼んでいただき踊らせていただきます。その僕たち、虎川武士の士と書きまして公武士と申します。どうぞ皆様よろしくお願いします。よろしくお願いします。ありがとうございます。ありがとうございます。会場。はい。では、早速1曲踊らせていただきたいと思います。出ましょう。よろしいでしょうか。一番最初は元気の出る感じでいきましょう。拳でお送りいたします。フェスティボー。の盛り上げは助かりますね。エイサーさんがですね、やっぱり沖縄で南国で、マーナさんが
フラダンスで南国拳なんでしょうっていうね、あのそうだ、拳はですね基本、ダンスの基本といたしまして空手、まあ、中国武術とかも取り入れているんでございますが、その空手は沖縄発祥でございますので、ちょっとだけつながりがあるということで、今回お声掛けいただいたんですね、ちょっとね、はい、ありがとうございます。無理やり無理やり入ってきました、そんな僕たちでございますが、次なんだ、うん、クルクルですね、はい、ブレスのみんながですね今回は3人揃っておりますので、一緒に贅沢に3人入っていただけますので、一緒にコラボレーション行ってみたいと思います。そんな1曲でぜひ、お楽しみいただければ幸いでございます。よろしいでしょうか、ぶっちゃけ今打ち合わせしてます行きますよ、ではよろしくお願いします。拳でお送りいたします、クークー。
とうございます。はい、はい、ブレスの皆さんもありがとうございました。今日は完璧に関係ない話で恐縮なんですけども、曲の順番をですね、毎回どのイベントでも順番が違うので覚えないといけないんですが、なかなか曲の順番を覚えることができなくて、虎の巻でここに書いてあるんですね、こうやって見えるように。なんだけど僕老眼なために近すぎて何て書いてあるか分かんないんです。で、あまつさえ自分の字が汚くて漢字に見えない。これ次何でしたっけ、虎の字だ。よっしゃ、出てきたメンバーの顔と持ってる武器とかで次の曲をだいたい予想するっていう虎の字ですね。ですね、はい、うなずいてくれると不安になっちゃう。そんなわけで次の曲踊らせていただきます。いけますね、いってみましょう。今週でお送りいたします、虎の字。
とうございます。はいはい、装備品がたくさんあって踊りが激しいのでボロボロ落ちてるんです。以前なんですけども踊ってるうちに衣装がどんどん脱げていくっていうそういう独特なショーなのかしらなんて勘違いされる時もあるんですけども、健全な昼間のショータイムでございますので。あれですね、こんなに寒いと、自分たちの衣装は今回初めて、ご披露いたします。冬用の衣装なんですね。いつもはこうお腹が出たり袖が出たりという、真冬でも前はそうだったんですけども、最近ではこうタートルネック、タートルネックって僕たちの年代の時はつっかぶりとか言ってましたけど、タートルネックを着るという。でそれでもまあ薄いもんですから決して暖かくはないんですけども、マハナさんたちのあの根性に比べたら甘いこと言っちゃいられません。こんなわけで、話のつなぎができました。最後の曲でございます。いけますか。はい、では最後の曲踊らせていただきます。拳でお送りいたします。エンブー、イエー。